はい、皆さんこんにちは、ワンダイレビジです。では今回はパワープロ2020栄冠内、脳筋縛りプレイ続けていきたいと思います。投手は球速、野手はパワーのみの練習でね、甲子園を優勝しようという企画になります。では、今回は春の選抜甲子園大会からプレイをしていきます。1番木村パワー S、 2番飯島、まだ1年生なんですね。パワーが B72 です。3番小島天才、パワー100。4番栗原、パワー100。魔物持ちです。5番片柳、パワー100。6番吉岡、パワー火持ちのキャッチャーです。パワー100。7番天聖プロの内川ですね。まだ1年生です。8番深津、同じく1年生ですね。パワー B です。そして、ピッチャーは168キロ、笹島というスターティングラインナップです。では、これで、甲子園をね、制覇しにかかりましょう。今回の張り切りボーイは3番天才小島です。小島くんはね、パワー100であると同時に天才肌の選手なので、まあ、このチームのね、要と言っていいと思います。まあ、早速なんですが、残念ながら2点リード奪われてますね。兵庫県芦屋高校総合戦力 B の高校です。まあ、2点差だったらまだまだね、追いつける。しかもまだ1回裏ですからね、点差を広げられないようにピッチャーには頑張ってもらいつつですね、確実に1点ずつ返して、まずは同点逆転という展開を狙っていきましょう。早速同点に追いついてくれてますね。小島くんはね、当然ながら一発も打てるんで、基本的にこのチームはどこからでも一発が出るチームにはなっています。ここは急成長を使ってでも点が欲しいな。あの天才アダの場合、急成長とあと才能開花があるんですね。才能開花の場だと全能力が一気に上がるんですけど、それがね、出てきてくれればなというところでしたね。ここを待って球数63球というところですが、これがタイムリーになる。その他2点とリードを1点広げられてしまってますね。ここはこれ以上点差上げたくないので、守備を盛り上げて確実に仕留めていきましょう。威圧感も出しちゃおう。ちょっとヒヤッとする当たりでしたね。ワンエンドワンから牽制を挟んでボール、そして最後はゴロですね。片柳が抑えてスリーアウト。ランナーと交錯するような場面だったんでちょっと緊張しましたけど大丈夫でしたね。ではワンアウトランナー二塁一塁、5回の裏、内川です。これはどうだ、落ちるか。これはレフトが抑えてます。8番深津くん、一発ありますね。深津くんはあとは栗原のところでうまくね、回ってくれば魔物を発動する可能性があるというところで、まずはね、深津くんが逆転スリーランを放ってくれてます。これは1試合目からかなりの打ち合いになりそうだな。9番の間宮君か、ここは確認してでも確実に抑えたいな。間宮君のスコア、データ確認しましょう。走力、肩力、守備力高いんですが、ミートとパワーはさほどでもないですね。そんなに警戒しなきゃいけないバッターではないので、ストライクで攻めていきましょう。これを、抜かれた。警戒しなくていい、間宮君のところでタイムリーヒット。ここで切らないとね、いけないっていう場面ですね。これはしっかり抑えてスリーアウト。この乱打戦を制したいな。小島君もね、もっともっとホームラン出てもいいかなっていうところなんですけどね。これは大きい当たりですがライトが抑えてスリーアウト。そして6番パワーヒー持ちの吉岡君ですね。ここは一発狙いでいきましょう。どうだ、入るか。入れ、もう一伸び、もう一伸びでしたね。あとどうだろう、50センチぐらいあればポール際にぶち込んだかなっていうところでしたね。さあ7番内川のところですが、スクイズがね1だったのでここは打っていきましょう。ただここは残念ながらセカンドライナー。そして今日ホームラン打ってる深津くんですね。これはボテボテの当たり。
スリーアウトですね。さあここは抑えていきましょう。励ますを使います。ノーアウトランナー一塁というねピンチですけど、ここはどうだ、ゲッツー取れるか。一塁ランナー足が速いですね。0点でいきたいからな。牽制警戒しているところを見ると一塁ランナー足が速そうだとなると、当然直球中心でね投げていくことになると思うので、まあ狙われやすいところにはなりますよね。直球を待って直球を打たれるっていうね、そういう展開も考えられますけど、ここは抑えてスリーアウト。さあノーアウトランナーが一塁ですね。1番木村のところです。ここは送りバントをするか、いや送りバントをして確実にスコアリングポジションにランナーを進めましょう。これでワンアウトランナー二塁ですね。そして2番飯島のところですが、2番なんまだね2番というところなんですけど、少しパワーが不足してるんですよね。1年生ですからね、パワーがまだ B です。そして天才小島、ここで勝ち越しが欲しい。天才のゆえんを見せてほしいところですが、スリーアウト。次の回4番の栗原からですね。さあ9回の表、ここはノーアウトランナー3塁1塁のピンチか。いやー重たいね、ここでランナーを3塁に背負うというのは。120球投げてるので、ちょっと笹島はここまでですかね。空振り三振取ってくれましたけど、ここでピッチャーを坪井に変えます。坪井も160キロ超えのストレートが売りの本格派のピッチャーですね。ここは走られてワンアウトランナー三塁二塁、三振が欲しい。当たりが良かったおかげで三塁ランナーは突っ込まずというところですね。当たりがただ強烈だったんで、ちょっとでもずれてたらタイムリーになってましたね。では栗原ですが、残念ながら魔物は発動せず、ただここはもう引っ張りでホームラン狙いでいきましょう。よし、ボテボテの当たりで守備の乱れからノーアウトランナーが二塁。ここで片柳だな。送りバントを使っちゃいましょう。これはダメか。納金チームでこれをやると良くないことが起きるよね。さあ吉岡のところですね。吉岡は唯一のパワーヒ持ちです。パワーはもちろん100、当たればね、入るっていうね、そういう大味なバッターなんですけどね。さあ7番天聖プロの内川、ちなみに坪井くんはねスタミナが全くないので、長いイニングはね投げられないっていうところがあるんですよね。まあ、励ますは1回使っておきましょう。ツーアウト、ランナーが1塁のところで、これは小島が抑えます。さあピッチャーが脇坂くんに変わってますね。2年生ゼフ城、これはチャンスといえばチャンスだね。よし、落球している。魔物は使ってません。そして坪井くんのところは代打を送ります。宮本もしくは松枝かな。松枝くんがこれうまくで、ね、魔物を発動してくれると嬉しいなっていう場面ですが、ラッキーボーイ。ここは打っていきましょう。納金チームでね、さっき良くないことが起きちゃいましたからね。ここは空振り三振。木村の当たりはどうだ。エフェクトは良かったんですけどね。長いイニングをできれば戦いたくないので、早めにね、決着をつけたいなというところですね。古川に変わってるのか。古川の当たりはこれは一塁ランナーが二塁に進んでます。ここまで2打席連続三振。古川でどこまでいけるかだな。伝令出しますか。
こっからお互いピッチャーの質が落ちてくると思うんで、先に点を取ったもん勝ちだと思うんですよね。3番の漆原君で合ってるかな、読み方。ここを抑えてこの裏攻撃につなげたい。よし、で小島君からですね。脇坂の能力わからないですけど、ここはもう強振引っ張りでいこう。これはちょっと当たりが鈍かったかな。どこまで延長戦行くんだろうなっていう、そういう展開ですけどね。栗原君はキャッチャーフライ。そして片柳君、さあ内川の当たりはどうだ、どうだ、入った、さよならツーランホームラン。天性プロ内川が最後はこの激戦を制してくれました。まずはねこの試合勝ててよかったですね。まあ、延長ね戦ったという試合になります。さあ2回戦目ですね。同じく総合戦力 B 群馬代表の高校です。総合戦力 B ぐらいだとね本当に接戦になるケースが多いので、できればやっぱ先制点を取って、逃げ切るという試合をね、まあ、狙っていきたいかなというふうには思っていますが、ここは先制点を許しています。今日の張り切るボーイはね天才小島くんです。小島がねあのポイントゲッターになってくれて、チャンスメイクして、打点を上げてっていう展開になるとね、あのこの後4番5番と続いてくるのですごくいいんですけどね。さあ6回の裏ですね。エラーが絡んで逆転をされてしまった。6回の裏ツーアウトランナーが2塁1塁というところですね。ここは不活というところでしたが、得点ならず3アウトですね。これは持っていかれた。点差の3点差となるタイムリーツーベースヒットを浴びて5対2。苦しい展開ですね。笹島くんのところはもう励ますとかはね一通り使ってあります。さらに2点タイムリー。まあ、ちょっとね笹島くんもここで気落ちしてしまってると思いますので、ピッチャーを変えていきましょう。同じく3年生の、2年生の坪井くんです。坪井くんもね球速170キロ超えのストレート持ってますからね、もしかしたらスイッチをもう1回早くしておいてあげればあーよかったのかなという気もしますね。さあではこの裏の攻撃からねしっかり点を取り返していきましょう。ノーアウトランナーが1塁。ここはまずはポジショニングをね、ランナーを2塁に進めたいという場面ですね。フルカウントから最後は空振り三振。飯島君もねちょっとこのところヒットが出てない、打率も2割3分と落ち込んできていますね。追い込まれてからここはショートへのショーフライ。そして天才小島ポンポーンと追い込まれるケースがちょっと多いな。ここはただ小島がうまくストレートかな打ってくれてますね。そしてね当たりがピタッと止まっているのがこの4番栗原なんですよね。これで打率が襲われ、おそらく1割台になっちゃうんじゃないかな。さらに追加点を許して8回の裏2対8と点差がね開いてしまってますね。さあここはゲッツー崩れで1塁にランナーが残ってます。そして前の試合逆転サヨナラスリーランを打ってくれた内川が、ここは今回も大きい当たり、これはツーベースになる。点差が6点あるんでね簡単に返せる点差ではないと、いうのを念頭にもう打っていくしかないので打っていきましょう。まあ、ゲッツーはない場面ですからね。ここはボテボテの当たり、この当たりではちょっと返ってこれないかな。では古川君のところですね、代打を送りましょう。松枝君です。ここで魔物が来てくれれば
ツーアウトですが魔物を使っていきましょう。これはどうだ、大きい当たり、代打スリーランホームラン。ただね、これで魔物の効果が終わっちゃうというのもちょっと微妙な感じですよね。あれはギリギリ入らないでくれた方が良かったかなっていうね、そういう場面ですね。これもいい当たりだ、入るぞ、ホームラン。ホームラン構成で2点差まで詰め寄ってきてます。そして1番の上内くん、陣内くん、どっちだろうね。ちょっと乗り込みましょう。1年生で140キロ。シュートが5、スクリューが3の変化量ですね。ツーシームを持ってるようですね。まあ、球は遅いので、ここは引っ張りでいきます。2点差。この2点差がどう出るか。これはボトボトの当たりだな。一塁送って、ツーアウト。さあ、片柳。熱血を使ってまずはね出てほしいですよね、夢をつなぐために。これはセカンドがいいプレー、残念ですが甲子園は春、ここで敗退ですね。まあ、ただチーム自体はねご覧のようにだいぶ安定して甲子園に出れるようになってますので、本命のね、夏の甲子園大会に向けて、しっかりチーム作りを行っていきたいというふうに思います。まあ、せっかくなんで、1年生がね、入ってくるところまでプレーをしていきましょう。では、新1年生を迎え入れていきます。内気な加賀くん、これ将来の魔物候補ですね。ミートがもう58あります。そして、お調子者の別府くん、ミートパワーが50、チャンス G は消しましょう。矢田くん、八田くん、どっちだろうな。エラー持ってますが、ミートが45ですね。浦山くん、広角打法持ち。これは嬉しいね。ミートが60あります。そして、寺岡くん、ミート54ですね。併殺持ってるので、これも消しましょう。平野くん、これはあれかな、元オリックスの平野ですかね。ピッチャーです。三球種持ってるのは嬉しいな。で、内気な立花くんですね。宮出くんはカットボールの変化量が5。あとはちょっと緩いボールをね、覚えてくれたらいいかなというところですかね。板倉くんは守備が D。橋田くんはお調子者ですが、守備系の能力は高そうですね。ご覧のようなメンバーで夏の甲子園大会ね、プレーの方していきたいと思います。